対ゲイ型人ゲイ、潜水艦が浸水を終え、白ゲイ潜水艦が就役することし。VSL 実装実験潜水艦建造も決まっています。今回は、海上自衛隊の潜水艦建造計画は、年に1隻建造するのかを詳しく見ていきますね。1隻800億円は、原子力潜水艦を導入するよりも、はるかにコストカット、しかも最強の潜水艦です。2022年12月に、いわゆる安全保障関連の3文書を、日本の岸田内閣は、改定した上で、閣議決定を行い、2023年度の防衛予算案から、これを大幅に増額していく、方向を打ち出したことは、戦後の防衛政策の一大転換点となった。ここにおいて、5年後の2027年度には、防衛予算額は、およそ11兆円を超過し、対 GDP 比率でも、これまで目安とされてきた 1% から、倍増の 2% 以上となることが予想され、NATO 加盟国が掲げる目標値にも迫るものと報じられている。ここまで、急激な防衛政策の転換が行われた背景には、当然、昨年2022年2月に正規した、ロシア・ウクライナ戦争の余波が大きいと思われるが、政治的には、不足分の財源を増税で賄うとの示唆もあり、そちらは、おおむね評判は、芳しくない。実際に、増税で、防衛費の増額を行うのか否かは、今後の政治的な環境や、日本を取り巻く、中国、ロシア、北朝鮮といった仮想敵国の軍事装備の状況が、大きなポイントになることは、間違いないことは確かだろう。そうした中で、日本の防衛力として、中核を担うと考えられているのが、海洋国家としての海上自衛隊の存在であり、周囲に広い領海を抱える国家として、各種の艦艇を中心とした戦力の整備が打ち出されている。現在の予定では、海上自衛隊の艦艇群の目安としては、護衛艦54隻で、うち10隻がイージス護衛艦。これとは別に、ミサイル防衛用のイージスシステム搭載艦が2隻。そして、哨戒艦12隻の新造という、水上戦闘艦の体制が示されている。そして、数としては、これまでと同様に、22隻体制を堅持することになっているのが、海上自衛隊の潜水艦隊であり、こちらは、昨年2022年3月に、最新鋭の対ゲイ型潜水艦の一番艦、対ゲイが就役を果たしたことで、達成されている。すでに、対ゲイ型は、2番艦の、枠ゲイが、2021年10月に、3番艦の、人ゲイが、2022年の10月に、それぞれ浸水を迎えており、予定では、前者が、今年2023年3月、後者が2024年3月に就役を迎えるものと召されている。このように、1年に1隻ずつの新造された潜水艦が計画通りに就役を果たす場合、22隻体制を超過することになってしまうため、これからしばらくは現行の中で最も旧式な親潮型9隻からの退役もしくは、艦種の変更が予想される。2023年2月の時点では、海上自衛隊の潜水艦隊22隻の内訳は、親潮型が9隻、双竜型が12隻、対ゲイ型が1隻で構成されており、すでに、最も旧式の親潮型は、2隻が、練習潜水艦への変更が行われている状態である。さて、最新鋭の対ゲイ型であるが、基準排水量は3000トン、全長は 84.0 メートル、全幅は 9.1 メートルの規模を持ち、水中排水量等は公表されてはいないが、通常動力型潜水艦としては、世界でも最大規模の艦艇だと言ってよいだろう。
タイゲイ型は、この艦隊に、川崎重工業社製の 12V2525SBD ゼル機関を2機と、リチウムイオン蓄電池、そしてモーターを搭載する、ディーゼルエレクトリック方式であり、最大出力6000馬力で、水中速度は、およそ20ノットを発揮する。現在浸水を迎えている3番艦の、神ゲイまでは、先に挙げた川崎重工業社製の 12V2525SBD ゼル機関を搭載するが、その後の4番艦以降は、同社製の新型の 2531D ゼル機関の搭載に切り替えられる予定である。現在の海上自衛隊の潜水艦の中で最新鋭であるタイゲイ型の、こうした機関構成は、毎級である、そう、竜型の11番艦である、王竜以降に採用されたもので、リチウムイオン蓄電池を採用した世界唯一の量産された、軍用潜水艦となっている。今後は、韓国海軍が、同様に、リチウムイオン蓄電池の搭載潜水艦を収益されると、予想されているが、2023年における現時点で、収益を行っている艦艇としては、そう、竜型の後期の2隻と、タイゲイの3隻のみという状況である。ちなみに、海上自衛隊が実戦配備中の潜水艦の機関の構成は、サイコさんの親潮型が、ディーゼル機関と鉛製の蓄電池とモーターを用いた、いわば潜水艦が登場した、1世紀以上前からの伝統的な形式を採用している。続く、そう、竜型の1番艦から10番艦までの10隻においては、これが、ディーゼル機関と鉛製の蓄電池とモーターに、さらに、スターリング機関を加えた非対機依存推進を実現しており、当時は、通常動力型潜水艦としての先進性が評価されていた。この、そう、竜型の10隻は、通常動力型潜水艦の泣きどころとも言うべき水中航行時の動力を、モーターのみでなくスターリング機関も併用することで強化しようとした試みだったが、結果としては、短命に終わったと言うべきだろう。これは、搭載する蓄電が、鉛製から、リチウムイオン製のものへの変更を実現できたことが、大きいと追われており、後者は、前者よりも、大電力を持続して供給することが可能で、かつ、密る時間も、短く密る放電の回数にも優れている。こうしたリチウムイオン蓄電池の鉛製蓄電に対して持つ優位性は、その登場時から、判明してはいたものの、非常に発火しやすいという難点があり、軍事用の艦艇に搭載するには、その点をいかに防止するのかという点が課題であった。そう、竜型の場合、日本の GSU 朝社がそうした点に、配慮されたリチウムイオン蓄電池を完成させたことに加え、潜水艦の艦隊を手掛ける三菱重工業の長年のノウハウもあり、安全性が確保されたと言えるだろう。しかし、ここまで技術的に進んできたと、おぼしき海上自衛隊の潜水艦の機関構成だが、2021年9月に、オーストラリアが、アメリカ・イギリスとの間で、新たな軍事同盟である、オーカスを締結したことが、日本にも、大きな議論を呼ぶこととなっている。オーストラリア海軍は、このオーカス締結の一環として、アメリカもしくはイギリスからの技術的な支援を仰ぎ、攻撃型の原子力潜水艦をこれまで進めてきたフランスとの協業による通常動力型のアタック級潜水艦に変えると表明したからだ。いかに通常動力型の潜水艦の機関部が進化を続けているとはいえ、原子力推進に比較すれば、後者は、事実上、燃料補給の必要が、なく、長期間の航行が可能であり、さらに、水中での移動速度も、軽く、30ノット以上をマークするなど、性能は高い。そのため、搭乗員の食料や体力面が許せば、原子力潜水艦は、極めて長期間にわたって、
連続潜航を行うことが可能で、キレ、ゆえに、長大な航続距離を一切浮上することなく行動できることを意味しており、確かに驚異的ではある。しかし、原子力潜水艦は、それゆえに、搭載する小型の原子炉を製造するという、技術的な課題や、通常動力型の潜水艦に比して、圧倒的に、建造費が高額であるという問題もあり、海上自衛隊に必須かといえば、疑問符はつくだろう。例えば、タイゲイ型の一番艦である、タイゲイの建造コストは、およそ800億円ほどとされているが、アメリカの攻撃型原子力潜水艦である、バージニア級は、少なくとも、5000億円以上と目されており、火力6倍以上に相当すると思われる。現在の海上自衛隊が構築している潜水艦隊の22隻体制を、バージニア級などの攻撃型原子力潜水艦が3から4隻で代替可能とするならば意義はあるかもしれないが、訓練や整備のローテーションを考えればまず無理だろう。そう考えれば、通常動力型の潜水艦に比べ、原子潜水艦の持つ長大な航続距離や連続潜航時間、そして高速性能には大きな優勢があることは事実だが、果たして海上自衛隊が保有、運用することが現実的かは、まだまだ議論を重ねる必要が感じられる。